ファイナルファンタジー13実況プレイ、実況者は DL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。パート92でいただいたコメントです。指原厚美奈さん、指原厚美奈さんかな、からのコメントです。自分はまだ2章ですから何とも言えないですが、おすすめパーティーは、どうやらライト、バニラ、スノーみたいですよというコメントをいただいてました。この時点でのライト、バニラ、スノーかな、それとも2章の時のなのかな。2章ってこの3人揃ってたっけな。3人揃うってあんまなかったから、あ、でもなんかみんなで行動してる時あったな。その時バニラもいたっけ。いたよね、いたよね。あれ、これそうかもしんないけど、でもこの時だとしても今だとしても、意外とネットに書かれてるおすすめって自分あれしてないんですよね。あの、信じてないっていうか、やっぱり自分が戦いやすいかなって思ったやつを使うようにはしてます。特に実況プレイだと、ぶっちゃけちゃうとあのウィキ通りやっちゃうと全くもって実況の意味がなくなっちゃったりするんですよね。やっぱりなんていうのかな、自分が、あ、なんかこいついいな、使いやすいなとか、あ、なんか見栄えするよねこの3人とか、そういうので結構決めてたりします。なんか情報によると、スノーが一番魔法を放つときに時間が短縮されるんでしょ。なんかバニラとか一番長いよねきっとね。なんかいちいちミニジャンプ入れてから体勢整えてパンパンパンって打つじゃないですか、あの子。正直魔力が高くなきゃバニラ入らないんでしょうけど、なんとなく可愛くて見栄えするんで入れてたりとかするんですよね。結構ね、そういうの考えてたりします。実はね。ただこういう情報はとてもありがたいので感謝です。ありがとうございました。ただ一応こういう風に考えながらやってます。ピースピース。はい、では今回やっていくミッションは62、心拍の神女でいいのかな、意志の盾、ラクタビーザーと勝負していきたいと思います。ありがたいことにね、こっから今回始めたのはこのアルカキルティ大平原でミッション受理できて、アルカキルティ大平原にいるんですよ敵が。それがすごい嬉しい。毎回ね、一番低人タワーの最上層まで行くのがめんどくさかったですね。今回まだ皆さんにお見せしてないショートムービー、ファルシタイタンの雄たけびでアルカキルティ大平原がなんと一気に砂ぼこりにまみれてしまうっていうこれ何のためにしてるのか全く分かんないですけどね。守ろうとしてるのか否か。あー、せっかくだったらライトさんのあれ、チョコボに乗るシーンも見せればよかったけど、思わず癖でカットしてしまいました。申し訳ない。どこにいるのかな。いた。おお、遠いな。あ、そんな遠くないか。了解。こっちだ。この砂煙のせいで若干視界が悪いですが、右上にいるのがアダマンタイマイですね。お尻向けてる？いや、顔ですね。アダマン、もうアダマン2体倒せるんですよ。あれ倒して左斜め下に、後ろにもね、もう1匹いるんですよね。で、イージーモードでやってたから前回くらいの A ミッションをイージーモードでクリアしてしまうというとても恥ずかしいミスをやったわけですよ。あれ？あ、ずれてた。よかった。あいつ飛ぶやつかなと思って今一瞬ビビった。やばい、探すの大変みたいな思ったけど違いましたね。地味にとか言うんですね、ライトさんねこれ砂金ですね。あ、チョコボの方だし全然ちげえ。さっきと一緒だからとか思ったら全然違う方向進んでんじゃん。こっちじゃん。これだね、左上にあるやつだね。これだね。どれだ、どれかな。とりあえず上に登るような雰囲気だけど、あ、いた。これ乗って、これ乗って、うわー、あー、こいつか。あ、ちょっと待って待って待って、こいつらか。待って、チョコボに乗った状態で即降りして、待ってね、こいつらは確か魔法攻撃系の相手だったんで、ちょっと変更しないとダメそうだな。耐えられなさそう。
このペインキラーとかもはや不要だからね。ルーセントケープとかね。あ、フォーグとかあるのかな。いや、とりあえずペインキラーを、物理魔法、そんな物理魔法ってなんだ。魔法耐性に持っていきたいんだけど、あるかな。物理耐性30。育ててないんだよね。ダッシューズ、ぶっちゃけ微妙だと思うんだよな。すぐ切れるからな、これ。まあ、出だしダッシューズでもいいか。あるかな？魔法耐性があるのかどうかだろう。魔法耐性。あー、15% だけどつけるか。むしろ 15%2 つで 30% だ。甘い考え方。物理。全然育ててなかったからこんなんだけど。リボン、パワーグローブ。物理。物理じゃない。魔法耐性。なんか全部、両方上がるよみたいなやつ、まあ、確か作ってた気すんだけどな。魔法耐性 20% アップ。グッドチョイスとかもういらないんだよ、もはや。そう、このロイヤルガード系で確か20-20とか作った気する。あ、ルームブレスもあるね。まだ結構探してないだけであるんだな。意外とありま、魔法耐性20とかあんじゃん。つけましょう。あ、このロイヤルガード系の流れで一つフルマックス作った気したんだけどな。じゃ探すのが大変だ。先にやっとけばよかった。あ、でもそっか、この時点で気づいてなかったか。あー、15%。 あ、これはいいか。ないね。誰かについてんじゃね。あ、つけてないか。まあ、いっか。じゃあ、これでやりますか。オプティマ編成。3つ攻撃が必要かどうかってとこですよね。この、トレスメギトスがなんかいまいちな気すんだよな。こうしといた方がいい気がすんだよね。で、アシュラ、ありなのかな。あんまり使わない気がしてるんだよね。一つの手法として攻めて回復して守るっていう手もありっちゃありだと思うんだけどな。あー、でも回復するならフェニックスでまとめて回復しちゃった方がいいのか。そう考えるとこうか、いや強化なのかな。まあ J でいいか。結構難しいところだよな、ここら辺は。最初フォーミダブルからスタートするべきなのかな。DDD とか作っとくべきか。この敵は多分やばい敵なんですよね。まあ、とりあえず戦ってみようぜ。勝負。この貝に当たるやつらですら苦戦した記憶があるから。物理障壁か。リークとか入る。連続魔、これ魔法耐性つけて正解だったと思う。あー、そう、この攻撃にやられたんだよね。よく覚えてるわ。いやー、これ魔法耐性つけてきて大正解だろ。自分の記憶は正しかったな。 OK、 最大強化いきました。魔法物理障壁って確か書いてあったよね。ということはトライディザスターですね。あー、 OKOK。待って、こんな感じでいいんだっけ。でコマンド打ってあげればいいんだろう。バニラのヘイストが切れたか。やっぱダッシューズっていまいちな気するわ。ちょっとで溜まりますな。 OK、 そしたらケルベロスじゃダメなんだった。めちゃめちゃに攻撃ちゃうんだったね。ラクタビージャ A を攻めるんだけど、あ、意外ときついな。フォーミダブルだな、ここは。ラクタビージャを弱めてあげて、もういいんだ。デシュル。え、なんで切れた。デプレって、うわ、なんかめっちゃ切れてる。
なに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 、まずくねこれ、まずいやつじゃね、大丈夫、え切れてるんだが、あ違う、あれ A だよね、あれあれ、やばいやばいやばい、せっかくブレイクしたのになんかすっげえロスしたんだね、うわもったいな、やばい死ぬ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 、やばいやばい、冷静冷静冷静、落ち着け俺、おおどうしたどうした、全然効かなかったし、うわーやらかした、多分損したかなり、なんか消えたし、こちらの有効ステータスもなんか相当デスペルされたよね、なんだなんだ、どうしたどうした、はめまーす、 A を一回固めよう、この作戦で行く、 A 打って溜めて溜めて溜めて一旦回復入れます、割とゆっくりだから大丈夫だと思う、ラッシュアサルト入れるべきだったなこいつは、で持ってトライディザスターに変えてもう一回溜め直してあげて、フューリアスにして、こんなもんでいいんじゃない、即変更して溜めて溜めていけそうな気がする、よしケイフューリアス、とりあえずもう攻めましょう、ラクタビージャー A をとりあえず行く、ゴリゴリ行く、なんかスロー状態にされてないこれ、とりあえず1体倒しちゃえばもう、うわおっせフューリアス、何大ダメージ、この大ダメージ何、あ連続魔かな多分、やばいやばい死ぬ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 、妙に強いなこいつら、うわ倒しきれないかマジか、こいつ強え、一旦強化し直しですな、物理障壁消えてんだけどな、あー今来ちゃったね、やばいやばいやばい、こいつ強え、やべえこれ、20% 入れてこなかった、やばかったんじゃね、あぶねー、あーいいか、一旦全員回復しちゃおう、おー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 激しいな、ちょっとミスったかな、これオプティマミスってますね、多分2体いる相手にちょっとミスりましたな、ね、うわまだ全然えぐり切れてないのか、怖えな、怖え、シェルダとか入れてるからなんとかなってるんじゃないの、これ結構やばいやつですね、これあれですよね、ブレあ間違った、ブレイクした途端こちらの有効ステータス剥がされてるよね、そういうスキルなんだよね相手のね、でウィークもデシェルも外されてるよねこれね、ちょっとめんどくさいけどこうやって冷静に打っていくしかないよ、これ即ケルベロスに変更した方がいいかな、で無理やりラクタビージャー A を戦う、まあ逆いっちゃうのは知ってた、ここでゴリ押すしかない、一人で、あー消えたか、一旦フォーミダブルにしてすぐ消えるのかな、すぐ消えるのか、とりあえず全員ヘイスト入ったらトライディザスターで A を攻める、 A だよ A だよ、 OK 今弱まってるから多少は効くだろう、フューリアスで A な A な A な、もうちょいもうちょい、とりあえず倒せ、一体倒したらでかい、相当でかい、間に合い、いけ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 、うわーまた足りなかったでも次で倒せる、うわーえぐいなこいつ、めっちゃ強くないですか、何もほんと
なんていうのかな、防御に優れすぎてるだろう、硬すぎるし、エスペルとかうますぎるよな、これ。うまいこと設定されてんな、また。ちょっと低レベルですね、このうまさは。よし、体勢を整えて、冷静にトライディザスターでいきます。A ですね、A ですね。冷静に A です。バイオ効いてるな。一旦ビビるんで。コマンドエスタス。OK。トライディザスター。A。これ魔法攻撃しかしてないけど、なんか妙にたまりいいですよね。なんでだろう。まあいいか。ありがたいんだからいいか。すぐ減るんですけどね、普通なら。なぜなんだろうか。まあいいか。これで多分ブレイクできる。できない。できると思ったらできなかった。いっけ、攻めろ。ここでゴリゴリいっちゃおう。もうあとちょっとだから、いけ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 。オッケーオッケー、いった、倒した。おーし、でかい。これは相当でかい。 B の方はヘリ早いな。これ一旦体勢整えてから勝負。あ、いいね、これでケロベロスも効くようになったんだね。今はやらないけど。さて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 、もう3対1になれば大丈夫、問題なく倒せると思う。いや強かったなこれ。2体っていうのがまた一発で、キュリアス。だからこちらの MVP っていうか、今回は完全に自分主勲章ですね。 MVP 自分が主勲章ですね。これは最初に魔法耐性つけてきたのはでかかった、気づいて。これは間違いなく大成功だった。ただ戦い方に難ありだったね。問題は、あっ、何何何何何何、どうしたどうしたどうした、なんでそんなくらったの。相手の魔力が一気に上がったか、シェルダ入ってなかったか。やばいやばい、どうしたどうしたどうした、フォーミダブル、フォーミダブル。何何何、びっくりしたんだけど、なんか一気にシェルダか、シェルダが消えてたのか。焦った、ほぼ死にかけてたよね今ね。うわ、ウィーク入らない。今シェルダ入ってるから、いくぞ。さあ、でフォーミダブルに変更して、ネプロテ入れて、即ケロベロスにして、いけー、ファングさんいけー。あなたの攻撃が頼りだ。相手に攻撃の隙を与えるな。撃て撃て、どんどん。オッケー、勝った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 。うーし、うわー、勝った、強かった。何こいつ、えぐいだろマジで。うわー、源氏の固定2つ目ゲット。うわ、戦い方はひどかったけど、効きましたね。ウィッチブレスとか多分 35% でしょ、 40% でしょ、20% でしょ。これが効きましたね多分ね。おー、嬉しいな、勝ててよかった。ちょっと興奮したわ。あー、やりましたね、勝ちました勝ちました。ふう、じゃあ今回はここまでですな。長くなっちゃいましたが、無事撃破ということで、あとミッションが2つなんですが、多分2つあるんですが、63と64探さなきゃいけないんで、ちょっと時間がかかるかな。はい、では今回はここまでにしましょう。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。